なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな？頼むな。わかったわ。それではボスの攻略に向かいましょう。
よし。わかったわ。おう、キリト。この層のアクティベート、済ませてきたぜ。分かったわ。あ、キリト、遅かったじゃない。もう早くこっちに来て。何もないけど、ただキリトに会いたかっただけ。それじゃあダメ？早く早く、こっち。で、あの人は何？何と言われても。ファスナさんも知らないんですか？うん、キリト君と一緒にいるところは見たことがあるけど。NPC じゃないよね、あれは。下の階層から新しく来たとか、そういう人？それにしては、ずいぶん仲がいいみたいですけど。うわっ！あの人、キリト君の膝の上に座った！何かとっても仲良しさんみたいね。アスナ、落ち着いて。顔が全然笑ってないわよ。私ちょっと行ってきます。あれはもう放置していいレベルじゃないですよ。なんだ、俺の膝なら漏れなく全員座れますよ、なんて。あんたは観葉植物の植木鉢でものっけてなさいよ。ひってぇ、ちょっとした冗談じゃねえか。説明してもらいに行きましょうか。キリト、ちょっといい？皆さんどうも。キリト君、あの、その人は？一緒にお茶飲んだり、
あとは一緒に寝たりもしたよね。寝たり？あなたはキリトさんとどういう関係なんですか？キリトとはとっても仲良しな関係。仲良しな関係だったら膝の上に乗ってもいいんですか？なるほど。紹介ありがとうね、キリトくん。それとキリトくん、後で私の部屋に来てもらえるかな？ねえねえ、私も行っていいかな？アスナってキリトのお嫁さんなんでしょ？の話聞きたいな。なんか楽しそう。楽しそうって。ねえ、みんなで行こうよ。え、そりゃ構わないけど。なんなんですか？私まだキリトの部屋に行ったことない。アスナの部屋もキリトの部屋も見てみたいな。なんだか大変そうね。じゃあ部屋に来る？あ、でも今日はやめておく。もう十分に楽しんだし。それにみんなとも仲良しになれたし。だから二人の部屋に行くのはまた今度の楽しみにとっておくね。あなたがそれでいいならいいけど。うん、それじゃあ私帰るね。キリトもみんなもまたね。はあ、嵐のような子ね。何だったの本当。どうせキリトが街でナンパしたんでしょ。ちゃんと責任取りなさいよ。